ション、MC、講演など名古屋を拠点に全国的なタレントとして活動されています。山岡としても今日のピッチングと重要なマウンドにもなってきます。時間されましたが、さて今日の始球式は元 SKE の宮方美希さんです。以前は乳がんと戦いながらタレント活動に励むという状況でもありますが、その宮方さんの始球式です。啓発イベントで自らの経験を講演いただいたご縁もあり、今回の始球式登板となりました。それでは参りましょう。さあピッチャーは宮方美希さんです。バッター島内博明。まあ鈴木さんもね、病気療養からの、まあ、復帰復活ということで ね、はい、ねえ、そうですね、はい。安友さんは入院9ヶ月でしたっけ。長い6ヶ月ぐらいですね。6ヶ月ですか、はい、はい、ね、闘病生活がありましたけども、はい、また見事にグラウンドに戻ってこられました。はい、はい、